こんばんは、カイです。ウクレレでよレモンの Wi-Fi が調子悪いみたいで、はい、大丈夫でしょうか。困ってる。ニコルの紹介困ってるよね。あ、そうですね、はい、今日着ている T シャツは何でしょう。はい、これはハラちゃん、はい、ハラちゃんのグループからもらった T シャツです。イエーイ、ありがとう。ありがとうございます。ちゃんとウーちゃんにもね、渡しておきます。はい、うーちゃんの分もいただいてます。そう、今日うーたはですね、受験真っ盛りなのでね、今日はゆいなとカイで2人で質問に答えてもらいたいと思います。カイとレモンの感謝祭で、はい、本当はやる予定だった、そう、これの時に時間が押してできなかった質問コーナーを今日やることになって、今ライブをしてます。はい、よろしくお願いします。これちなみにこのパンフレットはゆいなさんが作ってくれたのね。はい、4面ね。ゆいなさん、かいくんに質問です。ウクレレ友達はどうやったら作れますか。声をかけてみたり、ウクレレを頑張って一緒にセッションとかをしたら、勝手に増えていくと思います。勝手に増えていく。はい、ゆいちゃんは同じジャンルのを弾いてる人とかに声かけてみたりしたら、気があっていろいろ話せると思います。またあれだな、ウクピクに行く。一番いいや。でもさ、同じジャンルっていうかさ、インストじゃない人たちともさ、2人はさ友達だったりするじゃん、うん、歌う子とかも。 それはどうやって友達になったの。子供くれる。そうそう、子供くれる。で、集められる。その機会があったからってことか。うん、はい。わかりました。そのあなたたちはそうだね、子供たちと会う機会が多いかもしれない。だけど、そうじゃなくてもどんどん増やしてるじゃん、外にね。うん。ね、そういうのがなんでかって、これからじゃあ、今まで多分考えないでさ、どんどんお友達が増えてたからね。なんか考えてみるとこういうのに答えられるようになるかもしれないね。はい、では両方に質問です。レモンちゃん、カイくん、インターナショナルウクレレコンテスト優勝おめでとうございます。レモンちゃんたちの息の合った演奏と超絶スーパープレイに完全に魅了されているウクレレ好きの一人です。そしてカイくんの音色はとても綺麗で、弾いている時の表情が本当に音を楽しんでる感じがしてとても大好きです。さて、みんなに共通の質問です。ウクレレを始めたきっかけを教えてください。学校のイベントで見かけて始めました。僕はお父さんとお母さんがハワイがもともと好きで、で5歳ぐらいの誕生日にウクレレをもらって、最初は全然興味なかったけど、 YouTube を見て興味を持って始めて、キャナに教わったのがきっかけです。マスクは外さないんですか。はい、じゃあ次の質問です。一番好きな曲を教えてください。ボディサーフィンです。おお、はい、めっちゃあるね。全然これ関係ないけど、ジョン・メイヤーのスローダンシング・イン・ア・バーニング・ルームっていうやつが好きです。おお、よく言えました。それはウクレレでやってみたい曲。ギターのやつです。ん、ウクレレでやってみたいと思ってんの。ギターでやりたいの。ギターでやりたい。あ、ギターでやりたいんだ。はい、わかりました。じゃあギターでね、その曲弾いてくれるのを楽しみに待ちましょう。実はもう弾けるんだ。おお、あるよギター。あ、ごめんなさい、変なふりして。はい、じゃあもう一つ質問です。同じね、ノズさんからです。今後共演してみたいアーティストがいたら教えてください。カレーガミヤオさんと、ジョン・メイヤーだな。おお、はい。ほのかんだアジータのほのかちゃんと一緒にウクレレを弾いてみたいです。ね、それが叶ったらいいね。はい、ありがとうございます。はい、どんどんじゃあ質問いきましょうか。はい。埼玉県のマッチーさんからです。レモンちゃんもカイくんもキッズ仲間が増えて刺激し合えますね。これからも応援しますので、かっこいいウクレレを聴かせてくださいね。で、質問です。レモンちゃんたちは喧嘩とかしたことありますか。 ありません。全く違うので、はい、
曲とかやり始めるときも同じ曲やりたいなってなるから喧嘩しません。はい、好きなおやつは何ですか？ハリボーと雪見大福です。グミです。はい、なんて言ったの最初？ハリボー。ハリボー、うん、ハリボーっていうことなんだ。グミ、グミ。はい、ありがとうございます。先ほども質問してくれました埼玉よりマッチーさんです。カイ君に質問です。プレミアライブでカイ君が使用源はオルカスの OS10 ですと言っていましたが、コンサートウクレレやソプラノウクレレにもこの OS10 を使っているんですか？はい、このプレミアライブってどのプレミアライブか分かるかな？全然分かんない。そう、イーストコートで埼玉の反応でやったイーストコートでイースト祭りっていうのをね、やってくれた時の、はい、イーストコートの YouTube チャンネルで今でも見られるんですね。はい、はいはい、ぜひぜひ、じゃあ反応イーストコートでイースト祭りとかって検索してみてください。それをプレミアライブした時に海が OS10 って言ってたんだって。はい、はい、コンサートやソプラノにも使ってますか？いつも使ってるビッグアイランド のテナーウクレレはオルカスの OS10 を貼ってるんですけど、たまに使う、ロージーは太い音が出したいので OS10 じゃない、なんて言うんだっけ、あれ。はい、じゃあ群馬県の王さんからです。カイ君に質問。体も成績実績もみるみる大きくなり、いつも楽しませていただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。すっかり人気者になってきましたが、さらなる人気獲得のためにインスタ、YouTube をさらに力を入れたりする予定はありますか？ありますが、最近は勉強も頑張ってるので、おちゃんと両立させながら頑張っていきます。おい今時のパソコン、DTM など使ったりしますか？デスクトップミュージック。DTM がわからない俺には。あ、アナログ人間なんですよ、結構。はい。じゃあ、ないということですね。ないということです。はい、じゃあ次の質問です。レモンさんへ質問です。2人の2018年頃からの活躍にはいつもいつも感動をいただいています。ありがとうございます。今後の活躍も楽しみにしております。で、今後さらなる躍進のためにもオリジナル曲の予定はありますか？あります。あります。今作ってます。ゆいなさんはあるは予定がなんか具体的な予定はありますか？具体的な予定はないけど、うん、2人でオリジナル曲を作っていきたいねって、うん、最近話してます。はい、ですね。楽しみにしておいてください。はい、でカイ君今ちらっと言っちゃいましたね、作ってる途中で、はい、はい、もう終わりの方ですか？はい、はい、今 2番作ってるところです。2番？2番、1番2番ってあるし、うん、歌うかと思った。楽しみにしております。はい、はい、じゃ皆さんもお楽しみにしてください。香川県の宮崎さんからです。レモンちゃんたちに、自分たちがこの曲を弾きたいと思った時に自分たちでああでもないこうでもないこれがいいんじゃないとアレンジを試行錯誤するのですか？はい、曲の流れに沿って原曲通りにやんないで、その音をちょっと変えてみたりとかはいろいろ工夫しています。お、はい、わかりました。それと演奏時の振り付けなどのパフォーマンスはどのように考えているのですか？地元の人間ではないので知りたいことがいっぱいです。振り付けは YouTube 参考にしてるほのかんだじーたの YouTube を見て振り付けを真似したり自分たちで考えて動いています。はい、ということです。ありがとうございます。神奈川県清美さんから質問です。なんでレモンってグループ名になったの？響きが可愛かったからです。レモンさん、いつも映像配信を楽しみにしています。何気なしに YouTube を見ていたらたまたまレモンさんの動画を見て衝撃を受けました。いつ私たちの目指すウクレレはこれだと覚醒したのですか？
どなたかの影響を受けたのですか？ユニットを組んで、インストを始めてからその YouTube でボディーサーフィンを見つけて、そこからインストが楽しくてずっと今も続けています、はい、レモンを組んでからインストに出会うまではどのぐらいあったんですか？半年ぐらい、うん、最初は歌歌ってたんですけど、うんうん、半年後ぐらいにインストを始めました。はい、そうですね。じゃあその頃ですかね、覚醒したのは。はいはいはい、わしさんから。さっきわしさんたちインスタライブしてましたら、まだやってんのかな、ネットで。はい、わしさんより、あ、そう、わしさん10月10日がお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、札幌のインスタライブはいつですか？予定が決まればいつでも行きますPR しといて、はい、ですか。はい、じゃあ最後の質問です。松本さんより両方に質問です。ズバリウクレレの魅力は何ですか？手軽で、あの値段的にも安くて、いろいろなジャンルの曲とかを演奏できるからだと思います。そこら辺が魅力です。ウクレレ安いって言ってるね、お母さんお父さん。そうですねでもだってソプラノとか結構安いよね、最初の、最初のやつは。大丈夫ね。ポール菊谷ミュージックショーをいただきました。イエーイ、ありがとうございます。はい、レモンはウクレレ音楽印象をいただきました。はい、おめでとうございます。いい顔だったもんね、あれね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、形なのでね、そろそろ終わりにしたいと思うんですが、今月の末11月27日、何か覚えはありますか？何か自分たち関わってるなみたいな発表会そうです、そうです、よかった、覚えてくれて。俺ゲストなの。そうなんですよ、道草キッズの音楽会ボリューム6です。はい、でゲストはカイくん、よろしくお願いします。そしてゆいなさんには審査じゃないんですけどね、子供たちにアドバイスをもらう、アドバイザーを今回やっていただきます。よろしくお願いします。んで、それが11月27日、円福寺という高崎のお寺の本堂の前でやりますので、ぜひぜひね、近くの方遊びにいらしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。